U23 日本代表、欧州の強豪ウクライナ代表を撃破。U23 日本代表いいサッカーするな。なんか日本代表ヨーロッパキラーみたいになってきたな。得点以外もだいぶよく見える。あれだけ走るとさすがにいいな、佐藤ケイン。佐藤ケインやっぱすげえわ、フィジカル強いし切り替え早いし守備するし。佐藤ケイン荒木松木とかは A 代表呼んでいろんな選手から学んでほしい。松木と千葉と田中と国木そうまいな。藤田荒木松木あたりは格が違うな。相手が違うから単純な比較はできないけど、藤田ジョエル千葉と松木クリューの組み合わせは安定感あるな。この勢いで予選突破や。